皆さんこんにちは、ビーボーゆうです。僕の動画では初心者のためのブレイクダンス関係の情報を発信しています。僕について詳しくはこちらをどうぞ。今回ご紹介するのは後転からショルダーフリーズへのやり方をご紹介したいと思います。なのでこの動画をですね、最後まで見ていただければ後転からショルダーフリーズへの行き方の、ポイントや注意点などを、分かるようになりますので、ぜひ最後までご視聴いただければ幸いです。ぜひですね、チャンネル登録、グッドボタンもよろしくお願いします。それでは早速やっていきましょう。はい、それではですね、早速解説の方をしていきたいと思います。まずですね、後転からショルダーフリーズに行くための、おすすめのポイントなんですけども、やっぱりですね、後転とショルダーフリーズはですね、ある程度できた状態でやった方がいいです。やっぱりですね、どっちかがまだうまくできないよーって時にやってしまうと、うまく後転からショルダーフリーズに、行きづらくなってしまうので、失敗する、可能性が多くなってしまうので、ぜひですね、後転とショルダーフリーズをある程度できてから、後転からショルダーフリーズやるのをおすすめします。もしよかったらですね、後転のやり方と、ショルダーフリーズの、解説動画も、上げていますので、よかったらそちらの方も概要欄にリンクがありますので、よかったらチェックしてみてください。では早速ステップ1の方やっていきたいと思います。まずはですね、後転を、肩を使ってやります。なので、軸手の肩の方を使ってください。まあ、この動作自体は結構簡単なのですぐにできるようになると思います。まあ、こんな感じですね。よいしょ、後転を肩で、よいしょ、後転を肩で、よいしょ、こんな感じでですね、後転を自分の軸手の肩の方でまずはゴロ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 使っちゃってください。で、肩に行くときに、よいしょ、この時に手を伸ばしても、伸ばしても、上げても、どっちでも大丈夫です。折ったままでも、伸ばしたままでも、どちらでも大丈夫なので、やりやすい方でまずはコロ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 、これから練習をやってみてください。次に、ステップ2になります。まあ、実質ですね、ここで完成になります。先ほどですね、やっていただいた、後転から、軸手の肩を使って後転をします。で、このゴロゴロ転がる勢いをですね、今度は肩に乗っかった時にしっかりフリーズしにいきます。こんな感じですね、後転の肩に行ったらよし、後転から肩に行ったらごめん、よし、こんな感じでですね、後転で肩に行った時にその勢いをしっかり止めてフリーズします。これで、後転からショルダーフリーズの、流れの完成になります。この流れはですね、まあ、比較的、覚えやすい流れなんじゃないかなと思います。なのでですね、結構後転とショルダーフリーズがある程度慣れていれば、結構半日とか1日ですね、結構覚えやすい流れだと思うので、ぜひですね、こちらの流れの方やってみてください。この後転からショルダーフリーズができるようになると、結構ですね、その先もいろんな幅が広がっていきますので、後転からチェアに行ったり、後転からエアーチェアに行ったり、後転からワンハンドフリーズに行ったりとですね、いろいろとこう幅が広がりますので、この基本の後転からショルダーフリーズができるようになると、いろんなですね、ムーブの幅も広がっていきますので、ぜひですね、この流れの方チャレンジしてやってみてください。きっとですね、ご自身のいろんな武器になると思いますので、ぜひですね、チャレンジしてみてください。はい、それではですね、解説の方は以上となります。
今回、ご紹介したショルダーから後転フリーズのやり方のポイントを、まとめたいと思います。まずはですね、後転とショルダーフリーズが、しっかりできていることですね、まあ、ある程度でもいいので、できていることをできることを、おすすめします。それができてからの方がですね、ショルダーからのフリーズやりやすいと思います。で、もう一つが、後転からショルダーフリーズに行くので、私はですね、後転の勢いを使ってパシッと止まるので、しっかりですね、止まるときにその勢いを止めてフリーズすることが、大切なポイントとなってます。今回ですね、ご紹介した、この動画がもしですね、お、わかりやすかったよ、ショルダーやってみようかなって思っていただけたらですね、ぜひグッドボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いします。ぜひですね、みんなで楽しくブレイクダンスやっていきましょう。それではまた次の動画でお会いしましょう。グッバイ。